はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、今日の修理はキャッチャーミットでございます。ナイキさんですね。当時15、6年前人気のあった城島さんのモデルです。特徴は丸っこい形状シェイプと指先まで割と分厚めのあんこパッドですね。ヒンジ2列で4ケツ、まっすぐストレートにウェブがついてますね。レーシングね。はい。それから背面は、ハミも、ウェルティングもないですね。立体成形のタイプで、ここは、フォールドスターは、指カバーのタイプでございますね。ナイキさんです。今日はこちらのウェブトップのね、修理になりますね。まあ、ウェブトップの修理はいつもやってるんですけど、ナイキさんの城島モデル久々にね、登場ですので、紹介ですね。それでは、どうぞ。はい。こちらね、当時は人気のあったモデルなんですけど、そうですね、まあ、その時代時代の人気選手の好みで、流行りすたりがありますんでね。当時これ、城島さんのね、モデル。流行ったスタイルですね。ナイキさんで一世風靡しました。シアトルマリナーズでもね、活躍しましたからね。その時、マリナーズの時代のやつかな。うん。ちょっと軽く汚れを落として、ここ抜けてるな。よし。ちょっとだけやっとこうか。ね。チュー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 チュチュー。白いレースですよね。じゃあ行きますね。よいしょ。ちょっと見づらいかな。まあレース通す、ウェブトップのレース自体はいつも通りです。いつもやってるやつですね。ミットが最近では珍しいということで。取りますけど、どれぐらいかな。よし、じゃあ、で、
よいしょ。はい、できました。まあ、これジュニアのキャッチャーミットなんですけど、久方の城島さんモデルということでご紹介でございましたね。おー、懐かしいな。はい、どうでしたか。まあ、いつもの修理動画なんですけど、往年の名選手、城島捕手のシアトルマリナーズのね、キャッチャーミットでございました。そのモデルでございます。15、6年前に流行ったっていうね。はい。そうだよね。このウェブ特徴的でしょ。それでは皆さん、さようなら。